もうこれで聞いてください。もうこのホーンテッドマンション前から出発点から見ます。ただこんな感じでパレードが見えます。でそこからパレードが3分ぐらいで通り過ぎるんで、通り過ぎていって途中で止まっていろいろまあこちょこちょショーやってるんで、その間にですね移動してトゥーンタウンの、このようこそトゥーンタウンへって書いてる、講談社さんだったかな、看板があるんですよね。その前の辺で見るとここのトゥモローランド周辺で3回目の停止があるんですけど、その3回目の停止がこの辺からちょっと遠目なんですけど見ることがこんな感じでできます。これが私のこの前行って、あこれめっちゃ良かったやんっていうミニーのアットワンダーランドのルーティンです。はい、じゃあさよならって待て。ぶっちゃけそうなんですよ。もう世界の人はもう要はそうすればこんな感じで、まあ、見れますよっていうのを、まあ、お伝えしたくて今回ですね動画作ってますけど、まあ最初は通り過ぎるだけなんですよ。で第一停止ポイントがこのカレー屋さんがありますよね、ハングリーベア、その辺でもう一回1回目の停止があって、ここでまたショーがいろいろ開催されてます。そっから移動してこのもう分かります、これシンデレラ城なんですけど、このもうね絵心のなさに、もうはい、まあそれ置いといて、シンデレラ城の前にこうぐるっと回ってですね、で2回目のここが多分ここが一番多分いいところなんじゃないですかね。でそこから移動してトゥモローランドっていうんですかね、この辺で3回目が行われるんですけど、とにかくですねこの停止するところがもう3カ所あって、ここはもう朝私8時半に入ってまず DPA 取ろうと思ったら、もう DPA はもう全部売り切れ、8時半の時点で売り切れってどういうことだっていうあるんですけど、それと視聴者さんのですね朝一の始発で行って一般入場の最前列で入って DPA 取れましたよっていうコメントもちょっといただいたんですけど、それでもシンデレラ城前は前から10列目どういうことってということはもうハッピーエントリーの方でもほぼほぼ埋まってるっていうこの周りはですね。でその後ろに今座って見れる一般席というか DPA じゃないエリアもあるんですけど、そこも朝8時半からもうどこも5個も結構並んでます。でそれ待つかって話なんですよね。パレードが3時45分からスタートなんですよね。だからもう6時間45分ぐらいそこで何度ければならないっていうですね、辛い。これグループで行ってたらいいんですけど、私みたいに一人で行ってたらもう辛いんで、フットワーク軽く行くにはもうここホーンテッドマンション前がだいたい1時間前ぐらい行って、うん、全然ガラガラでもめっちゃいいとこ取れました。そこからもうトゥーンタウンに行くんですけど、トゥーンタウン側も通り過ぎるだけなんで、ここもちょっと1時間ぐらい前にちょっと様子見に行ったら2列目ぐらいは、まあ、場所によっては空いてました。でここ終わってこっち移動するんですけど、移動していったらまあ空いてるんですよね。座り身もういいとこはまあさすがに埋まってるんですけど、その座り身のまあちょっと後ろの方とか立ち身のちょっと間とかからですね見ることができるんですよね。でそれをすることによってこの3番目のとこのトゥモローランド周辺っていうんですか、ここでやってるのを、まあ、ちょっと遠目ですけど、まあ、こうあどういうショーやってるのかなとか、ダンサーさんがですねこのフロートっていうこの台車の上に上がったりしてですね、こうみんなでこうミニちゃんのなんかこういい感じの音楽が流れててですね、こうやってるのが見れたりして、もうこれがちょっと見れるんで、まあ2回回るんで、まあ、1回でいいよって人はもうここから見た方がもう勝負早いです。もう3分ぐらいでピョーンって通り過ぎていっちゃう、もう何にも止まりもしないし、3回止まるからかもしれないんですけど、もうあっという間に通り過ぎていっちゃうんで、まあ、ここでもし長いこと待つっていうのの、まあ、価値がないって言ったらもうミニちゃんたちに大変失礼なんですけど、ここは立ち見でもいいんでちょっとまあ雰囲気を感じれる感じ、そんな感じで見ていただいて、まあ、そこから移動してこの辺で見てもいいんですけど、ここで見るよりはこっちの方が人が少なかったと思います。トゥーンタウン側もですね止まらないんで人が少ないんで、まあ、結構いいとこで見れるんじゃないかなと思います。このもう停止位置のところはもうすげえもうマックス一番後ろのもう通路ですっていうところまで人が結構いたりしたんで、もうこれが一番のルーティンじゃないでしょうか。でそんな感じのこうどういう感じでパレードが回ってるとか、そのどういうフロートっていうあの台車みたいなやつがあるかっていうのはこのですねディズニーファーム3月号にあの詳しく載ってますんで、
まあ、これですね、まあ、書店に行ってもいいし電子書籍版もあるんで、まあ、そういうとこで、まあ、楽天コボっていうのかな、あれ、ああいう電子書籍で買ってもいいかと思いますけど、私みたいなおっさんはこんな感じで本買って付箋をつけてこれで予習をしていって、もう絶対これが一番の、まあ、ルーティンだと思って今回ですね一人で行って、まあ、楽しんできましたけど、まあ、最高でした。もうピンクのしましまジェルでつぶつぶの服大丈夫とか思ってたんですけど、はい、めちゃくちゃ良、まあ、かったってことで、今回ですね、もうそういうの良かったこれをちょっと視聴者さんとか今から行くよとか今週末行くよという方のちょっと参考になればと思って、なんかこんな感じでちょっとやってみました。まあこれでいいのか悪いのか、もうこんなもうそんなことは知ってるよっていう方もまあいるかもしれないですけど、まあ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 よろしくお願いしますということで、今回はですね視聴者さんにですね最後の挨拶がそっけないっていうちょっとコメントをいただいたんで、はい、じゃあまた次の動画ですね、またなんかちょっとまたいい感じの動画作れればと思いますので、まあご視聴いただきありがとうございましたということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバイ。